どうもセンチメンタル岡田です。10月6日昨日、ギタリストのエディ・ヴァンヘイレンさんが亡くなられたとのことで、ご冥福をお祈りするとともに、私のおすすめの曲を1曲紹介したいと思います。ロストボーイズコーリングという曲で、あの海の上のピアニストっていう曲の主題、映画の主題歌だったんですけど、ボーカルはロジャー・ウォータース、ピンク・フロイドのボーカルですね、とエディ・ヴァンヘイレンのコラボ曲なんですけど、正直その曲で初めてヴァンヘイレン知ったんですが、その入り口がその曲だったんですけど、なんか早弾きみたいなイメージがあるかもしれないんですが、ロストボーイズコーリングはすごくなんすかね、ゆっくりで、ね、繊細な、全然早弾きとかしないんですけど、ものすごい繊細なギターで、なんていうか、めちゃめちゃ早弾きできる人がこういう繊細なギターもできるっていう、その幅の広さが、驚くべきところかなっていうね。というわけでぜひロストボーイズコーリング聴いてみてください。エディ・ヴァンヘイレンさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。